なんとびっくり。色がつきました。歌うテッドさん、かわいい、ありがとう。こんばんは。なんとびっくり。平安京。こんばんは。お疲れ、ありがとう、福太郎さん。今日私は何もしてないよ。昨日言ってたやつ？リップ？リップはね、違うよ、これ。これのリンゴが欲しい。 リンゴがっていう言い方変だけど、戻ってきて、戻ってきた。今日はちょっと短めにする。やっと配信来れた。 ALT 余裕で足りんかった。嘘。素晴らしいじゃないですか。もうたくさんの愛が詰まっててすごく嬉しかったです。ありがとう、見ましたよ、何度も。なんということでしょう。あの狭かった玄関がドゥンドゥルルル。好きだったな、それ。ちゃんとさ、感じれて、ビフォーアフターを。リフォームしたくない？いつかお家をリフォームしたらどんな風にしようって考えたことない？考えますよ、私は。考えますよ、謎言葉。考えますね。ふむふむ。ふむ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 。おとといぐらいにした。あ、おととしじゃない、おととしぐらいにした。いいね、いいじゃないですか。素晴らしいね。拍手。かわいいダニー、ありがとうダニー、ありがとうだよ。さっき「ハリー・ポッター」のゲームが始まって、今日の18時から18時になった瞬間から私実はやって、全然進んでないですよ。全然進んでないし、ちょっと話したいなと思ってるんですけど、何でしたっけ、寮を選べるんですよ、自分で。なんかね、あれと一緒だった。なんだっけ、原神と同じだった、やり方も。なんか見覚えあるなと思ったら、しかも、すごいんですよ。もう内容がもうすごいし、なんか友達いなくなったし。 そうなんですよ。なんか、杖、オリバンダンの杖を買った、オリバンダンのところで杖買った時に、なんか友達ができたんですよね。友達ができたんですけど、その友達ホグワーツ入って、なんか組み上げ帽子かぶるときにどっかいなくなったんですよ。で、なんか選択肢が4つぐらいあって、なんか選んだら、いつの間にか朝、なんか疲れたしね、まあいっか寝よっかみたいな感じになって寝ちゃって、友達どっか行った。 友達が行方不明なんですよ。これいつか戻ってくるかな、わかんないんですよ。よし、選択肢間違えたかなと思って。笑ってる。まあ、ゲームの話だからね。でも、ハッフルパフは選んだ。ニセマル選んかった。選んかったよ。ハリポタね、地上波でやるよね。あれですよ。ちょうど私が見終わったところからです。嬉しい。ハッフルパフなイメージ。ハッフルパフって言われてて、リネちゃんにも言われたことあるし、結構診断ハッフルパフ系が多くて、最近やった時はスリザリンだったんですけど、今日また別のサイトでやったら、ハッフルパフ、スリザリン、あれでした。グリフィンドールだった。レイブンクローは1ミリもないらしい、私の要素には。ウケる。そうで、レイブンクローンにしたんですよ、可愛いし。でもすごいよ、レイブンクローンの人だけのチャットっていうのがあって、絶対それは入ってるんですよ。そう、レイブンクローンに入った人が全員見れるチャットみたいなのがあって、そのさ、そう、あるじゃん。でさ、みんなレイブンクローンしか勝たんなみたいなコメントあって、なんかほっこりしたの。すごい嬉しくて、いやー、レイブンクローンの仲間と思って、いや、レイブンクローンにしてよかったって思いました。なんかよかった。
よかった。戦ったりしますけど、うーん、簡単かな割と。うん、適当にやれば全然全然なんてことないさ。それよりストーリーとかが楽しいからおすすめ、おすすめですよ。ヤンカーさんハートありがとう。英文苦労に入りな今日の配信でオリコちゃんの服着て配信してた。見たかった。いつやってたんだろう。そっか、アンピに魔法かけてほしいです。なんかねあるよね魔法課金税がガチるまではいける。どういうこと。ハリパタン世界に SNS ある。レイブンクロは STU にいるかなミホリンとかそうだった。ああ、アクリンさんとかそうじゃないですかね。知的なメンバーなので、やっぱミチさんとかまだ開いてない。おう、グリフィンドール選びました。さすが。でも友達行方不明になっちゃったの、これ私だけ？なんか選択肢間違えたんかな。選択肢多分間違えました。なんか4つあって、なんかなんとかちゃんはもなんかトラブルメーカーだなと、行方不明になったよ友達、あそうなんだ、じゃあ合ってんだと、なんか探しに行こうかなと、なんか4つぐらいあったんですよ。で私トラブルメーカーだなにしたんで、その前もなんか杖が合ってないみたいなの着てた時にトラブル起こしてて、トラブルメーカーだなーって、しかもさ誰にも言ってないから一人で喋ってるからいいかと思ってトラブルメーカーだなーって言ったら寝ちゃった自分寝ちゃったの、探しに行きたかったのに。悲しい。シュリンさんタカありがとう。シュリンさんハートありがとう。でもハリーポッター見て悲しくて炎のゴブレット見たんですよね。悲しくて悲しくてたまらん。今まで悪がちょっといなくなることとかあったんですけど、正義がなくなることはなかったんですよ今のところ。切っちゃったよもう本当に、ありえない。怒ってる怒ってるように聞こえないよね、笑ってるわ今私。どうしようサイコパスおすかいひょうじょうさん結婚してありがとう。綺麗なウェディングドレス着たいな双子と戦った戦った。キャラ名は卵ピオだよ。ゲームは全部卵ピオって名前でやってます。今からやれば全然追いつけるよ。ミキヤくんバラありがとう。スリザリンしたん。スリザリンは嫌だ、してしまった。目痛い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 。唐突の毛細血管に揺られしもうた。治った、よくわからんけど治りました。サンキにとってスリザリンがどうやら勝手に四国らしいです。どういうこと。こんにちは。卵クラブ、ひよこクラブ、いいね、かわいいじゃん。いつかチャットで見かけるかもしれんねチャット面白いよ。私一回だけスタンプ打ったスタンプもあって、レイブンクローのね旗のスタンプがあったから、それを押してみたポンって。何もならないけど、あれやけどポンって押しました。そう、みんなが旗送ってたから私も旗送ったら誰かが旗を繰り返してくれた嬉しい。いつか出会えるかもね。スリザリン「ハリポタ」のストーリー全部分かってなくても、分かってたら「うわここそうだ」みたいになるのよ。でもそれがないだけで別に楽しいんじゃない。魔法使えるよ。魔法の覚醒かな、分かんないよ。縮小かわいい、やった。
ありがとうございます。今日はもうお風呂に入れました。やったね、お風呂上がりアンナです。実はこんな時間にって感じじゃない。そうなんですよ、早く寝れる。こうしてこうすることで早く寝れますね。観光もできそう。ハリーポッターのところなんかね、そうお店のところとかもなんか歩けたよ。なので歩いてきたよ。そう銀行のところとか、何通りだっけ、なんとか通りっていうとこかな。今日は蒸し暑くてやばしだった。あ、そうなんだ、やばい、冷房の中にいたよ。うわー、めっちゃ外いい感じだよ。外いい感じ、素晴らしい。グリフィンドール最初選べないと思ったら横にスロールしてきた、出てきたね。首もすっきりしましたね。どういうこと、お風呂入ったってこと。牛子くん、タコありがとう。今年暑っていうぐらい蒸し暑かった。あ、そうだったんだ。東京の行きたくけど遠いくて。何がユニバにあるものそっくり。うん、なんか物語そっくり。楽しい、ハリーポッターやっぱ楽しいわ、最高やば。100ビビーンズ、しかも私 TikTok でたまたま見てたら100ビビーンズ出てきたんですよ。100ビビーンズ言えてる、私これ言えてない。あ、豊島園の跡地のやつ行きたい。行けるんかね、なんかさ分からん。もうずっと前から調節してもらうと、この日は絶対開けといてくださいねって今もうチケットがさ、なんかさ9月ぐらいのやつからだっけ、じゃん。だけさ分からん、予定が分からんすぎてさ、撮りたいんやけど、行きたいな。行ってくれる人募集中。ヘグンビーンズ食べてみたいよね。まずいらしいよ、なんか石鹸味とかあるらしくてまずいらしいって言ってた、食べてる人が。そう TikTok で私好きな人がいて、ちょっとねリンコちゃん味を感じる人がいて、それですごい好きなんだけど、なんか食べ物を食べて全然違うこと言うみたいな、なんかなんて言ったらいいんだろう、なんか余裕ですみたいな感じで食べるんだけど、食用チョークとかを食べたりするんですよ。あの人食べれるチョークをね食べるんです。で美味しくはないらしくて、でも美味しいって、このバクバク食べちゃうって言いながら多分めっちゃまずそうな顔してるんですよ。でなんかっていう動画を上げてる、まあ、いろんな動画上げてるんですけどね。なんかボロ落とさず綺麗に食べれますって言いながらめっちゃ落としてるみたいなっていう人がいるんですよ。いつか TikTok を見漁ってたら回ってくるかもしれない。ちょっとリンコちゃん味を感じて、私すごい好きなんですよね。なんかその人がなんかコラボかなんかでポップコーンを作る人とコラボしてて、 TikTok の中でそうヘグビーンズをとポップコーンを食べてて、そう石鹸味はまずいらしい気になる、気になるくない、買いたいんだけど。私今買いたいものリストは、外がちょっと見えちゃった、綺麗な空が、今の空めっちゃいい感じ。大体配信する時間こういういい時間だよ語彙力100ミリで食べきれたことない、買ったことあるんや。めっちゃまずい、気になる、めっちゃまずい、超まずい、食べれるけどって感じ。でも私ねちょっとね、なんかみんながねジンギスカンのキャラメルっていうのがあって、みほりんがなんか気になって買ってみたけど、マジまずいらしくて、まずいって言ってて、でそれでもらったんですよ、みんなに配ってて。私全然まずいとも、なんともおいしいっていうわけでもないけど、別になんとも思わんかったんよ。そしたらなんかみんなが、えこれは食べれみたいな言っとって、えみたいなってなったんよね。別にめっちゃまずいわけじゃないわけだと思って。リストみなみさんハートありがとう。いろんな味あってまずいのはまずい、ペーしちゃうどうなんだろう。バタービール飲みたい、甘いよね、大好きなんだ。いろんな味があってなんとも、なるほどね。うどんキャラメル美味しい、私も食べたことある。
美味しくはないけどまずくはない、うん、別に食べれるけどもって感じ、好んでは食べないけどみたいな感じだったかな。こんばんは。今食べたら変わってるかもしれない、わかんないけど、ペイしちゃうやつもある。あ、そうなんだ。へえ。最高すぎた。同い年なのに大人だね。分からんけど分からんけど、それ今の私の二十歳の子はそれが普通なのか、ちょっとまだ私が追いつけてないだけなのかもしれないけど、大人だね、分からんけど。インタリス、インテリス、インテリスタさん、ありがとう。世界一かわいい、ありがとう。かわいい、ありがとう。片言日本人を話す、日本語を話す日本人、あ、日本人なんかい。ありがとう。今日今目の前に100ミリビーンズがある、怖くて食べれない。なんであんの。メシトックくん、レインボースターかけじ、ありがとう。パワー、ありがとうございます。辛いもの苦手、まあ比較的食べれるけど、その異常な辛さをいけば食べれないです。キムチとかは食べれるよーぐらいぐらいかな。ココアピでちょっと配信で食べる勇気はないかも。あ、苦いものか。苦いものってなんだろう、苦いものってなんだろうな、なんだろう苦いものって、難しい。何味から食べればいい、何味とかわかんの、何味があんの。今まで食べた中で一番味が美味しくなかった、まずかったものは何。激まずっていうのなかったかな、わかんない、記憶ないだけかも。あると思うよきっと、マジまずってなったのあると思う。でも言うほど、苦いもの思い出、苦い思い出泣いちゃう。どういう味なんや。大塚ひるしさん、かわいい、ありがとう。大阪行きたい。食わず嫌いしてるものはある。あー、そうだな、ない。苦いお茶、お茶なら、泣いちゃった。水味なんかいけそう。ミミズ味ってなんなん、ミミズ食べたことないけんわからんけど、食べたらわかるんやろうね。あ、ミミズ味やってなるんやろうな、きっと。シャインマスカットいいな、また大阪来てね。あ、青汁、青汁まあ飲めるっちゃ飲めるかな。パセリ別に食わず嫌いしてないかな。なんか細かく切られたのしか食べてたこと、食べたことない。嫌なこと思い出してごめんよ。こうやってやんないと。ハリーポッター見てる人には分かるやつ。サザエ食べたことないです。サザエ、サザエない。こうやってやんないと。これで悪い人は私倒せるから。ちゃんと覚えとこう呪文。パクチーいけ、パクチーわかんないんだよね。いけるかな、どうだろう、わかんないや。ナオトムさん、だるまありがとう。誰の杖、私の杖、ハーマイオニーの杖。私の杖はそりゃそうか。ちょっと質問の意図を考えていた今。ハーマイオニーの杖だよ。推し変味が一番苦そうです。確かにマジでそうだね。まあいいよ別に。公式の杖買ってたよ。おお、舞台で使ってる、すげえじゃん。魔法は筋肉が出せもマッシュルなんよそれは。なあたまさん、誰もありがとう。
大将軍さんハートありがとう。昨日から前髪かわちすぎる。ありがとう。ノーセット、ノーセットアナさん。竹まつるさん、タコありがとう。ありがとう。はぁ、グラビアール好きです。ありがとう。私も好きだ。好きだ。ドゥ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 。杖持つと杖、はい、ありがとう。ラムネ舐めてよかった。そうなんですよ。いちごちゃんが来てくれて。嬉しい。コメント、半分ぐらいまで返したかも。今、東京に魂打った安否とか定番コメントしたら消されそう。うーん。ブロックっていう、ちょっと、杖を、ちょっと魔法を使っちゃうかも。お疲れ様です。ありがとう、冷凍みかん。冷凍みかんいいね、食べたいわ。ありがとうございます。ハリーポッターオタクの動画見た。あれ？あれですか？あ、そう、TikTok の人ですよね。千葉ホグワーツみたいな。あの人元から、あの人のことだった私、あの人元から知ってて見てたんですよ。だから、すごいバズっててびっくりした。あるメンバーとすごい話してて、あの人おもろいって。なんかライブ配信とかもするんですよ、めっちゃ。そう、あの人面白いで。前にシュークリーム食べてたら魔法使えなくても最強になりますか？いや、筋トレをしたらです。筋トレをしましょう。めっちゃ人生楽しそうよね。楽しそう、楽しそう。よくない？めっちゃいいよね。友達に一人いてほしい。一人、ここ大事。一人っていうのが、二人いたら衝突しそう。むしろ一人いてほしいよね。直近の友達じゃなくて、友達ぐらいにいてほしくない？クラスにいてほしい。楽しそうだよ。マスカフューセアさん。ちょっと待って、思い出し笑いしちゃった。しかも、なんか喋り方を日本語版のポッターを真似てるんですよ。それが面白くて、自転車爆走してる人ですよ。マスカフューセアさん、ラッパ、ありがとう。そう。見て爪塗ったの、わかる？ピンクなんだ。ちょっとだけ。ちょっとだけね。ちょっとだけ。休み続きだから。次会えるのは、7月4日の花だれだから。ちょっと、見てみて。キラキラも塗った。笑い方、笑い方また言われちゃう。最近私笑い方でなんか言われるんですよね。ヘラヘラしてるんですよ。ヘラヘラしないようにしよう。面白いね、思ってないだろう。長友さん、タコちゃんありがとう。ギフトありがとうございます。それはなんとか系でかなり叩かれてる人やん。え、そうなんですか？とっても可愛い、ありがとう。ゆいにゃんが頻繁にアンピさんがと言ってて、愛を爆発させてるからアンピ気になってる。ありがとうございます。そう言ってもらえて嬉しいです。憧れる先輩になれるよう努めます。前から、ああいいと思う。ありがとう。くたらさん、かわいい、ありがとう。今いろんなところで見る。あ、そうなんだ。どういうこと？いろんなところでっていうのは全国各地ってこと？どういうこと？いろんな人がいるってこと？あっちゃさん、ラブレターありがとう。かしゃん、安否をいじりたくなるんだよな。あん、あー、こんばんは。こんにちは。フォローありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。ネットで動画拡散されてる。あー、うん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 、そうだよね。
面白いよね面白いわ。ちょっと思い出しやらしちゃう。私今お部屋を魔法っぽくしたい、魔法っぽいハリーポッター風にしたいと思ってる。もうコロコロ気分が変わるからダメだよな。私こういうとこだよな、こういうとこだよ、こういうところだよ本当にね。みんなそう思わない？うん。思い出し笑いさせるぐらい何かしたいわ。お、待ってますね。でも私は簡単ですよ、結構割と。私は簡単ですよ。私は割と浅いので。うん、全然笑える。さっきよく見てる YouTube の YouTuber さんの動画を見たんですけど、それだけで笑える。最後見れなかった、30分になっちゃった。なるともさん、だるま、だるまじゃない、たこちゃんありがとう。2回目でゲット、つえ、どういうこと？コメントで笑わすのは難しい。そうね、ちゃんとさ、なんかこうやって伝えてくれたらさ、もっと面白いだろうなっていうのあるよね。なんて言うんやろ、淡々、コメントは淡々としてるからね、難しいよね。そんなアーナに笑ってる、どういうこと、どういうことだ、いやー、聞くに笑わせてください。あー無理だ。詳しいをする袋にする、そうだね、ぬいぐるみ買わんと。思い出し笑いって一番幸せな時間の気がする。わかる、マジでわかる。しかも私も、もう私あの曲で思い出し笑いするようになってしまったからダメだと思う。夏の全国ツアーの曲で一回なんかもうツボった曲があるんです。もうそれやばい。なんか2回目固めがあったんでしょ、その時もやばかった。引きずるタイプです。リネちゃんめっちゃ引きずりますね。しかもかゆい。ローブと杖を購入するところ、あー購入したよ。ローブは気づいたら買ってた。杖はなんか2回目、うん、杖2回目だった、そうだった、そういうやつ、そういうシステムなんだと思う。アッキーハートありがとう。うん、今日もさ垂れてる、目垂れてる。そうか、そりゃそうなのか。今日は早起きしたんですよ。この前のアーナのあの一言ずっと思い出し笑いしてる。それはニヤきてんでしょ、笑ってるんじゃなくて。電通の書かれた注目ポイント、そう、明る、こんだけ明るい方がいいのかな、ミゲタンの MC で笑えるの無理。それな、ミゲタンはツボ、ツボです私の。おなるほど。こんばんは、こんばんは、こんばんはだね、みんな。ポケモン開けよっかな、一枚だけ暇だし。
今日お蕎麦食べました。ファンの人がねおすすめしてくれたお蕎麦があって食べた。え、とろろってさ大丈夫だよね、小麦。え、とろろって確かに小麦じゃないよね。え、今不満になった、不安になった。お蕎麦さ大丈夫じゃんと思ってさ、え、とろろ、とろろ芋か。あ、じゃあ大丈夫だ、よかった。山芋か、よかったよかった、大丈夫だった。あんちゃんだよ。あんちゃんすまんの。何が何が何のパック。ああ、パラダイムトリガーまだね数枚残ってるので開けたいと思います。トトローじゃないよ、トロローだよ。そばも安いのは小麦粉多いですよ。あ、そうなの。セブンのは大丈夫かな。ではこちら、お、ケンタロス持っとる。ケンタロス、いや持ってないな、一旦こっちに入れよう。ちょっと出してる袋があるから。とろろ昆布は食べますか。食べんな、いきなりとろろ食べ出す。このパックだと何のカードが狙い。うーん、特に狙ってるのないんだよな、もう見ちゃった。ね、未開の祭壇。なるほど、通常のく、あ、じゃあ違うケンタロス持ったのか。尻尾で自分の体を叩き出したら危険だぞ、猛スピードで突っ込んでくる。だって、こんばんは。隣のじゃないよ、隣のトロロじゃないよ、隣のトトロないよ。ルギア、スズナ、ルギア欲しいわ、ルギア。次、お、アサナン。あ、アサナン持っとるっけ。一日一個だけアサナン持っとるわ、この子すごいもん。だってこの子覚えてるもん、木の実1日1個しか食べんのよこの子。すごない？マジですごいんやけど、さすがに無理やわ。木の実よ、木の実。どんだけ、なんかめっちゃちっちゃいんかな、もしかして。木の実、体が木の実ぐらいの大きさなんだったらありえるけど、そうじゃなければこの子はすごいと思う。しかもでもさ、そんなにさ太っちくもないじゃん、だから才能だよ、素晴らしい。筋トレしてるんだね、知らんけど。あれ、山一個こもってる僧侶レベル。そうなんよ、この子は空腹に耐えて心を研ぎ澄ますという朝の、素晴らしい。え、 0.6m、 60cm、11.2kg。60cm。わからん。60cm。ピカチュウはね、出たことあるね。次、ふわしぼん。あれ、私もう3、5枚開けたっけ。ああ、これだった。わしぼん。またかぶったよ、わしぼん。君、どんだけ出てくるんだ。マシボンいるかな。マシボンは可愛いよね、可愛い。進化しても可愛いんじゃない、知らんけど。知らんよ、知らんけどね。あ、マシボンめっちゃ上におった、ずっと探しとったのに。にゃん、開封どんどんしていかんと。ポケモン7月はたくさん開封するね。最後の1枚ドン。鳥ポケモン好き、確かに。私意図せずに、ニャービー。うわ、この子ニャービー可愛いのに、可愛いのにね、多分この子ポケモン食べる子だ。進化したらポケモン食べる。何枚目これ。3枚目だ、3枚目のニャービー。溜まってるから、箱がね、玉ねぎ溜まったから嬉しいことに。開けていこうと思います。しかもファンの人がねスリーブをくださったの、かわいいから開けていく。鬼ドル、マスターボール、マスターボールの使い方ね、確か大事。そうだよ、食べる食べないで善悪決まるから、ほんまにそうよ。
あとこのセットがあと5枚かな、1、2、あ、6枚だった、結構ある。次の配信の時に一気に開けるね、明後日ぐらいに一気に開けようかな。6枚開けれんか、さすがに。気づいたら個人的に開けとるかもしれない、勝手に。寂しいの。そう、ポケモン食べるのも悪い子だよ。そうそうそう、そうだよ。鬼滅もさ、鬼を食べるじゃん、鬼は人間食べるじゃん、人間食べたらアウトよ。まあ暴力加えたらアウトです。アウトでした。ねずこちゃんは、まあ、暴力をするって言ったら、まあそうっちゃそうかもしれんけどさ、食べんけん人間。パラダイムトリガー SR オムスター出たんだっけ。うん、出ました、オムスター。リングマとか絶対人も食べてると思う。クマも食べてるね多分、きっと。ポケモンの世界も弱肉強食の世界でびっくりだよ、本当に食べるらしい。ポケモンはさ、ダメだよ、ポケモン同士は。人間同士が食べるのもダメなようにさ。でもさ、魚とかもあるじゃん、なんか共食いしちゃうみたいな。からさ、こんばんは。そうね、こんばんは。まあそうだね。そうだねしか言ってない。眠くなってきちゃった。ケンかわいい、ありがとう。動画あれ、私が見る前、見る前じゃないけど、そんな見てないのにめっちゃ再生されてる。よくわからんけど、明太子スパゲッティとかよく考えたら怖いですよね。なんでですか？卵？明太子だから。コージレンボスターありがとう、パワー。名前が読めないさん、だるまありがとう。名前読めた。良い子はもう寝る時間。確かに、確かに、なんか分からんけど、確かに確かに寝る時間だ。仲良く踊りてても弱ってきた。餌と見なされて襲われますか。そんな魚さん。ヘイガニ、ヘイガニってなんだろう。ヘイガニ、ヘイガニ。すやー、大阪編集さん、ラブレターありがとう。かわわかわわ。よい子はゲームする時間だ。そうだね、ゲームせんと。今日朝起きて、あつ森行って、あつ森して、島行ったんですよ、旅行券。マイルの旅行券使って。でも、なんかそこにはタイガーみたいな子がいたんですけど、ちょっとスカウトしなかった。バタフライピティはもっと見た目、カクテルっぽい。あ、見た目、そうなんですよ。でもあれには秘密があって、レモンを絞ると、青から紫に変わるんです。私のペンライトカラーなんですよ。なのでぜひ堪能あれ。でもどういう味か私も知らないんだよね。甘いの分からん。私もう飲んだことはなくて、それ自体は。ゲームとか気持ちいい。確かに。お風呂入るときにするかなって感じ。試食、試飲はしてないですね。アンビ天才。やったー。白い虎なら覚えている。あ、そうかな、わかんないや。でもあと一人の住民なんですよ多分。いや違うわ、いやそうだな、いやわかんない、まだかも。
色が変わる、どんな感じに変わるか私も画像とかでしか見たことないけん楽しみ。行きたい。ゆいなちゃんもう配信せんかな今日。もうせんかな。ペリカンカッタくん知ってる？え、わからん、カッタくん。わからんわ。夜するって言ってた？いつもさ、21時半とか45分ぐらいにやってるよね。6万マイル貯めた、やば。また夜やるって言ってた？見たいな。その時に着替えてたら気まず。気まず。あーやばいやばいやばい、危ね、音が出ちゃうところだった。リトマス P、 リトマスちゃん、リトマス、リトマス、はい。カッタくんがペリカンで有名で、わからんわ。ペリカンさんか。とっととじてちょっと涙流しそう。気まずってあるね。こんばんは。ドゥルルルルルドゥ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 、うんうん、なんなら配信見てる可能性はある。どうしよう、脱いでてやばい着なきゃってやばい着なきゃってなってるかもしれん。ゆうちゃん勝手に四国なんとなく向いてそうって私も思ったけどなーって感じ。そうなんですよ、なんかまだ様子見って感じですけど、チャートリも似合いそうだなーって思ったり。でも四国似合ってる気がするんですけどね。でもチャートリ感もねありますね。でも今後の方向性を考えていくと分かんない。そうちょっと話し合っていかないと誰私話し合っていかないとちょっと分かんないんですけど、ね、組み分けするにはねショールームとかを見てね、見ない、見ていかないと。スカウト制なスカウト制みたい、分からんけど。四国感って言葉にするのむずくない？そうね、でもわかるよ言いたいこと。だ四国の瀬戸利とかもなんかちょっと違う、やっぱりチャートリーの瀬戸利とかスタジオの瀬戸利、マイカーの瀬戸利で味が違うからっていうあれかなって思ってます。その曲に合うみたいな、あるくない？なんか安否が厚かけた一発ですよ四国来るよね悪い、超悪いよ。昼に続いてプロデューサー P が顔出してる。そう、話し合い重要、今後に関わってきますからね。髪型三つ編みになってるかも。今このコメント見て圧を感じてるよ岐阜県四国にしとく、くっつけとく I must beたくさん一緒にいられるよパワーワーやばいやばい、どんどんプレッシャー感じてるよアンナの圧がち、おーおーおー、うどん美味しかった、お、よかった、有名だよね。圧のかけ方、いや、かけてないですよかけてないですよ、なんてこと言うんだ、かけてないのに四国に行きたいって言ってくれる子がいたらね、嬉しいですねって、アナさんに言えって言われましたやめてやめて、いい、熱んな、プリンスの P、 そう、私の P はプリンスの P だから
圧なんて知らないわ。あつ森出てない。ラズキンがいい、ありがとう。したく、四国。ちょっと、もう一回。噛んだ。プレス？プレス、あ、プレスか！プリンセスって勝手に読んじゃったけど、プレス。圧かけてない。かけてない。浮気専用に圧かけてください。もう諦めたよ。そうやってデヘデヘして、ゼロリーラインしか勝たんとか言って、そうやって。ほんまに。アンピの妹みたいな感じで良き。なってほしいですね。こんばんは。プリンセスの自覚があることが分かりました。やめてよ、恥ずかしい。まあ、群馬来たらね、プリンセスアーナが見られるから。来たらいい。来ればいいさ。お疲れ様です。結婚してありがとう。パトロールの P って誰かが言ってた？アンピパトロール。アンピパトロールは安心安全パトロールですよ。諦められたのは辛い。そうだよ、諦められるのは大変だぞ。まだ弁解の余地あるよ。ああ。ディズニープリンセスの衣装が似合うメンバーランキングだった1位だと思う。本当にありがとう。何がいいかな、ディズニープリンセス。クワッスのブルーですか。うぅうぅ、群馬帝国遠すぎる。でもお話できるんだよ。だってさ、お話できるんだよ。どんな感じのお話かわかんないけど、から何も保証はないよ。そんなお話できなかったらマジごめんって感じだけど、お話できるって書いてたから、私もそのまま、私もね、その計画どんな感じでそのやって、そのイベントが行われるのかわかんないけど、お話でき、プリンセスとプリンセスのメンバーとお話できるって書いてたからね。8月お話するタイミング多分今んとこないじゃん。わかんないけど、だから来てほしいな。遠いけどね。危ない。撲滅、そうだね、特殊詐欺。手合わせたらありがとう。ベルトが似合いそう。ありがとう。30秒程度らしい。なんで知っとん？買い取った？30秒程度か。悩むね。でも、私は、すっごいおすすめしたいです。ティンカーベルの衣装は、金髪にして団子にしちゃおうかな。アビ沼にハマっちゃってる。どうしよう。いいじゃないか。もっともっと。一人30秒だって。30秒長いよ。長いよ。ありがとう、教えてくれて。ファイル。ちょっと、告知文。どれだ？来てなかったかな？来てなかったみたい。あ、これか。30時間はしんどくない？喋るの。ミニブーさん、かわいい、ありがとう。30秒、でもお話するだけじゃないからね。いろいろありますからね、企画は。企画はあるよ。30秒だけじゃないよ、お話。他にもありますよ。ね、みんな。ミニボイさん、かわいい、ありがとう。トゥトゥトゥルー。これいつまで申し込み？全然いつまでも結構長いんだっけ。休みじゃない、うん。財布と家族の相談して検討します。そうだね。
見たらいいと。写真だったら30秒で、あ、写真を撮りながらお話しするってこと？そういうこと？明日パーティーだから、パーティーなの、いいね、楽しんで。どこでもドア必要だよな、それな、ほんまにそう思う、私もそう思う、みんなもそう思う、全世界そう思う。うわー、30秒動けんのか、これか、撮影会イベント。リニアが早くできてほしい、それな、それな、それな。7月16までじゃん、なるほど。でもファンクラブの終わった後もあるよね、あるよね、あるよね。ああ、メンバーとツーショット撮影の権利をゲットしてるミステリー体験があるらしい。あとプリンセスのメンバーと1対1でトークができる時間がプラスであるんだ。で、それが30秒、プリンセスメンバーの撮影会、各グループ、メンバー個別全体撮影、どういうこと、わからんな。私のファンの人たくさん来てほしいな。7月16日までなんかね、それ以降はないんかね、一般販売、一般売れ、全部完売が出なかったら一般販売があるってことか。来るべしだよ、うん、一生の願い使っていいかもしれん、群馬に一生の願い使っていいかも、群馬に。私的にね、知らないけど、そう、夜も配信してるんですよ。二十歳のアンペンドレス姿これきりというか、もうそんなドレス着る機会なんてないですよ。そのなんかね、ドレス見たんですよ、そこの、もう一生着れないと思う、そんなドレス。生写真で着れるかなぐらい群馬の方にお譲りします。そっかそっか、一本あるはず。まあ来なかったら後悔するかな、群馬言い過ぎてる私多分。1対1という言葉好きです、1対1で話そうな。まあいいさ、まあいいさ。なとばさん、ハートありがとう。ということで、今日もそろそろ、今日も毎日そう終わるんですけど、今から終わりたいと思います、からそろそろ終わりたいと思います。ハリーポッターまた見るか悩んでる、なんかちょうどいいタイミングで止めようかなって思ったり、今あと 2時間見るって思うと、と思って、まあ考えてきます、考えて来て。STU で盛り上がる曲といえば夢力、絶対的夢力だと思います。コンビか、コンブ、こう、いや、予定立てて休みだったら、ありがとう、嬉しい、待ってるよ。ハリーポッターのゲーム始めたよ。あのね、あれにしたよ、ハッフルパフにしました。
なあともさん、たこちゃんありがとう。しおりん結婚してありがとう。ぐんま来なきゃ結婚しない。強引安否ということで。まあどう思われたっていいやって気持ちです。アルバのゲームやってみて、一緒に話したい。調整してみますよ。そうだね。レイブンクローっぽい？私レイブンクロー無理だ、知的じゃないから。知的じゃないから一人遅れを取っちゃうわ。チナ夏休み絶対来れるじゃん。でいいじゃん。でいいじゃん。6日アステルプラザ当選しました。ああ素晴らしい、すごい、ありがとう。群馬に行ったら結婚してくれるの？いやー、そこは群馬に来てくれる人一人じゃないからね。その中からっていう選考があるかもしれない。わからんけど、まあ絶対条件かな。絶対条件ですね。スリカリが嫌だ。圧かけてくれたら行こうかな。ね、さっきからずっとかけてるんですけど。あ、さっきはちょっと開けて。ユニア終わってる？配信？ワッフルパフェって美味しそう、確かに。初群馬？ちゃんとした群馬行ったことないけど。ちょっとあるっちゃある。セドリックと同じ量じゃん。そうなんですよ。そうなんですよ。ちょっとセドリックに憧れて。そうなんです。イメージから YouTube で見ます。お、覚えて。最低条件。いかな結婚できんやん。そうや。群馬にいた人と全員結婚っていう選択肢は、みんながいいっていう。一人ぐらい多分ダメっていう人いるから。だからちょっと NG。温泉行ったことある、ない？群馬？あるかもしれん。わかんない。なんかね、行ったことある。一夫多妻制、反対ないよ。反対ないよ。ということで終わります。群馬と聞いて最初何を思い浮かべますか？なんだろう、わからん、なんだろうね、なんやろなんやろ。おすかりふじさん結婚してありがとう。群馬来て。ではありがとうございました。アピ独り占めしたいです。強調せずろ。清水マリアさん、確かに。雷、あ、そうなんだ。あー、そういうことじゃない。群馬が雷ってことじゃなくて、雷鳴ってんの、そちら側が。え、めっちゃ真っ暗になってる、いつの間にか。びっくり。もうじゃんけんで決めよう。そうしよう。いや、私がやだ。カルタが有名。あ、マイアンさんのね。明日雷らしい。え、どこが？広島が？広島がですか？え、最悪なんだけど。まあ、いっか。まあ、いっか。うん、お家にいればなんてことない。明日は夜配信するかもしれんぐらい。わからん。ちょっと微妙と思っとって。安否はまだ誰のものでもありません。そうね、見えてよかった、ありがとう、見てくれて。なくなっちゃった。アーナに雷落とされないよう行きますね。どうだろう。ちょっと待ったー。練習してんと。ちょっと待ったー。っていうのか、正解なんやろ。ちょっと待ったー。ちょっとこれむずいよね。生誕祭の時とかもさ、言うじゃん。あれめっちゃ緊張しますよ。そう、ニヤニヤしちゃう、ニヤニヤ。では壇上見ます。13位めいさん、12位桃太郎さん、11位りょうまさん、12位矢野監督さん、10位マントさん、9位ジュリボーさん、8位ゴギザリさん、7位ナオキさん、6位ショーリーさん、
ごいし、長友さん、よい桜パンダさん、三吉国くん、スキピ、二位、中太郎さん、スキピ、一位、海速さん、ありがとう、大好きピ、ありがとうございます。では、最後のが一番いい、ありがとう。ちょっと待ったどうぞどうぞ。どうぞどうぞ。ではありがとうございました。皆さん早く寝てください。私も早く寝たいなと思ってます。ではありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。いい夢見てね。はい。